て、まあ、ちょっと今大会は青森山田高校、まあね、優勝候補筆頭と言われている中での堂々の優勝、まあ、30得点過去調べたんですけど大会で20得点上げてるのも10チームしかなかったんですよ。へえ。何十年とやってるインターハイで、うん、それを突き抜けて30得点えぐい。30得点で6試合ってことは1試合平均5得点ってことですか。はい。ああ、すごい。まあ、この間早速青森山田行かれた土屋さんからちょっと青森山について教えていただきたいんですけどまあ、正直ちょっとね、決勝の米子北のインパクトがすごすぎて、うん、最後はちょっと米子北に持っていかれた感は若干あるんですけど、まあ、それでも、ね、やっぱりどのチームも青森山田と多分やりたいと思って、で、やっぱそれなりの準備を当然して、で、こう対戦してきた中で、ことごとく心を折るような投げ倒し方をしてた。まあ、やっぱり、ね、彼らがプレミアで首位に立っている理由みたいなものも、まあ、6試合続けて見せてくれたなっていうのもまずありますし、あとはその、まあ、当然ね、その那須川君と渡辺世良君という、まあ、2トップも当然点取れる2人なんですけど、特に3回戦の丸岡戦は 8対0で勝った試合なんですけど、スコアラーが8人全員違ってたんですよ、うん、で結果多分センターバックの丸山君が4ゴールかなくらい上げてるんですけど、なんか本当どっからでも点取れる、誰でも点取れる、で交代した選手も点取れるっていう、多分その30点の内訳を見ても本当いろんなことが名が連ねてて、まあ、その本当にどこを抑えても結局どっかで点取られちゃうっていう、なんかその強さみたいなのは、まあ、この30点っていうところにものすごく評価されてるのかなと思います。うん、またシュートほとんど打たれないですもんねあれは本当すごいですよね。ゴールカバーというかブロックされる、キーパーが触る前にってことですよね。まあ、そもそもね、アタッキングゾーンまで運ばせなかった試合とかね、多分なシーンも多かったと思いますし、まあ、シュートブロックね、本当そこも素晴らしいと思うけど、そもそもそこまで行かせない、うん、じゃあサイドハーフが本当プレスバックしてクロス上げさせないとか、そういうところへのこだわりが本当にすごいなっていうのはね、毎年思いますけども、今年どうですか、そういう守備面に関しては。なんかやっぱり多分すごく象徴されるのが準決勝の静岡学園戦で、まあね、多分かなりの人が楽しみに、相当楽しみにしてたカードというか、ある意味で、まあ、僕は対局だとは思わないですけど、まあ、だいぶ静岡学園のスタイルがはっきりしてる中で、まあ、いわゆる 対照的なチームっていう対戦だったような気がするんですけど、まあね、結果的に0失点どころかシュートも1本も打たせず、でまあ、川口監督も、ね、試合終わった後気持ちいいぐらいの乾杯だったって言ったので、まあ、やれる時間帯もね、当然静岡学園もあったんですけど、うん、立ち割りは僕むしろ学園ペースかなと思ったんですよね。山田に伸び込まれない、スローイン与えずに自陣の深いところでもボールつないで前まで運べるって、ね、下手にスローインセットプレー与えないのはやっぱ学園ね、やっぱ技術すごく高いなっていう。そうですね。はい、で古川君と川谷君のところまで持っていった時はね、やっぱチャンスだったとは思うんですけど、そこまで行かせなかったですもんね。だけどそうですね、特に先制したとは、まあ、そうですね、先制点がやっぱ13分結構早かったんで、そこでねちょっとこう全体が飲み込まれていっちゃったというか、やっぱりまあもうそもそもその古川君と川谷君、静岡学園のサイドハーフ2人は、まあ、攻撃にねめちゃくちゃ特徴のある2人で、まあ、逆にその藤森君と戸澤君っていう青森山田の2人の、まあ、サイドハーフと、まあ、これはねスタイルの違いなんで当然別々であっていいんですけど、なんか守備の差みたいなのがなんかボロに出ちゃったかなっていうか、あ、やっぱり先制点もね藤森君が引っ掛けてから、そうですね、うん、だから、まあ、あの2人本当に相当走らされてるのか走ってるのかちょっと分かんないですけど、まあ、あの2人の守備の貢献度っていうのは、あのボランチの宇野禅斗君もすごく言ってましたね。うん、まあ、
藤森ゆずむがあれだけ守備してくれるから、まあ、うちのチームは特に静岡の前線はやっぱりセットペースになったってことは分かってる。あとね、本当に主役級になるような選手たちが本当にそうやってね、一人一人ハードワークするっていうのが特にやっぱ印象的なチームですけど、森田さんいかがですか、そういう部分というのは。なんか本当ね、うまい子が頑張るっていうのはカラーですよね。手を抜かない、うん、先頭に立ってっていうのはなんかこう頑張りとかこうハードワークみたいなところは先にフューチャーされがちなシーンですけど、基本ベースの能力高いですよね、うん、だからそれを改めて実感する大会ですかね、うん、なんかポゼッションさせてもうまいですもんね。上手ですよね。88との試合、80の試合を見てたんですけど、うん、やっぱりそれを改めて感じましたし、でも分かってても止められないっていうのを高中さんおっしゃってましたね、うん、本当前半 1点ぐらいで止めよう、セットプレー気をつけようって言いながらもやっぱり思ってた上を来る、うん、セットプレーの質であったり高さであったりっていうのを、結局セットプレーで前半のうちに3失点しちゃってやられちゃったり、なんか本当分かってても止められない、思ってる上を来るっていうのはやっぱりこのチームの特に今年の代の凄さなのかな、五分五分の試合でもまた決めきってしまう、うん、そこがね3になるっていうところもやっぱ強みかなと思うんですけど、うん、まあ、そのね青森山田をまあね、本当素晴らしい優勝だったと思いますけど、苦しめた米子北決勝を振り返っていただきたいんですけど、これやっぱ森田さんですかね。いやでも面白かったですよね、決勝、うん、あったりとか、なんかうまくこう自分たちの流れに持ち込んでいったというか、うん、なんか多分得意じゃない相手だと思うんですよ、うん、静学とかの方が米子北のカラー的に相手の長所を消して一発狙うみたいなカラーだとやりやすいと思うんですけど、多分他の指導者と喋ったら多分青森山田とカラー的には一緒やと思うんで、うん、勝つために何ができるかっていうのをまず作るチームだと思う、やりづらかったと思うんですけど、うん、それをうまくファーストのところをねしっかり弾いてってところは徹底されてたと思いますし、はい、そこでやっぱね、セカンドも拾わせないっていうのはやっぱね、鉄則というか、もう本当そこはこだわってやってたかなと思ったんですけど、本当守備のとこ崩れなかったし、本当ペースも掴んでたんで、ホールチャンスも作ったんで、うん、その差は大きかったですね、見てて本当楽しかったですね、うんうん、米子北、本当あそこはどうですかね、やっぱ 1-0 のまま締めたかった、当然だと思うんですけど、そうですね。でもむちゃくちゃ迷いませんか、こう大会後中村監督とも喋ってたんですけど、チャンスも作れてただけに、そうなんですよね、こう逃げ切るのか、こうクローズドさせるのか、このまま行くのかって、うん、戦い方はすごく悩むところですよね。取れそうなチャンスあったんですよね、2点目がいけそうでやっただけに、うん、ちょっとシュートシーンはありましたよね、確かにね、田辺くんが2回ぐらい多分カウンターからフィニッシュ行ってるんですよね、うん、まあ、でも勝ったと、あとはね本当に延長戦、じゃあね本当に最後の最後で追いついて延長戦、お互い勝ち切りたいのもあるけど PK 戦もよぎる、ね、まあやっぱり米子北の方もねやっぱり PK 戦やっぱり2つやってきているっていうのは1個ポイントだったかなと思うんですけど、そこでもしかしたら仕留めなかったところもあったかもしれないですし、そこもなんかこうね、米子北のベンチは審判最後のプレーの時に審判時間って言ってはる中で、黒田さんは終わってから言ってはりましたけど、それを見て PK のメンバー考えなあかんなと思ってたけど、いやちゃんと PK 入ってから考えようって、延長で決めようって言ってはった人がすごく象徴的というか対照的で、
ね、関係ないのかもしれないですけど、そういうところももしかしたら出たのかなとか思うと、それも勝負のあれだったのかなっていうのは。うん、あ、でも勝ったと思うでしょ、はい、ね。あれをこうね、まあやっぱ試合終わった後に当然米子北の選手たちも、もう最後に右で目が出たとか、まあ、それは言いますけど、でも、あの時間まで勝ってたら、ね、もうそこでフィールドの動向というのは僕は酷だなと思いますけど、ね。いや、本当でもよいチームになってきましたね、ね、初戦一緒に見ながらは、ね。心配でしたけど。そうですね。まあね、ゲーム自体は米子北のゲームでしたけど、もう負けかけたところからでしたからね。まあ、しかし決勝ね、2年前も桐光学園後半ラストプレーの決勝点でしたし、3年前もね、それこそ山梨学院宮崎くんが最後の最後で同点ゴール決めましたし、本当最後まで分からないですね。こっちはね、あの楽しくてありがたいです。やってる方はたまんないです。ですよね。さて、あのちょっと他のね、他の上位チーム、特に印象的なチーム、本当あればぜひ教えてもらいたいなと思うんですけど、土屋さんどうですか？僕はあの初見のインパクトでめちゃくちゃ強かったのはやっぱ大津ですね。あ、でも僕も大津ですね。うん、ゆうつけ世代柏とのプレミア対決、2回戦見に行ったんですけど、あの普段やっぱりプレミアイーストをかなり取材させてもらっているので、まあ、今年の流星、かなりいいチームだなっていうのは、まあ、僕の中にとってあって、まあ、大津、今年見たことなかったので、どのくらいのゲームになるのかなと思って、もうね、試合終わった後に流星の榎本が、子供と大人ぐらいの差があったっておっしゃっていて。まあ、3-0 でしたし、まあもうほとんど龍拳はやりたいことができず、大津はやりたいことを完遂したんじゃないかなっていうゲームで、まあもう本当11人、キーパーも含めて11人の個性が、なんかすごくこう、勝利っていうものに直結してるなっていう印象を受けて、僕はやっぱ一番印象を受けました。本当強いなって思います。森田さんいかがですか？僕もね、大津を、まあ、普段からよう見てるんですけど、改めてなんていうんですかね、勝負強くなって、まあ、結果8で負けちゃいましたけど、まあ、プレミア3年やってるところでやっぱり我慢の時間も長いんで、チームとしていかに戦うか、我慢する、ここ勝負だみたいなところの使い分けみたいなのが本当改めて上手くなったなと思いましたね。攻撃人数かけるときの迫力がね、また大津さん後ろからどんどん飛び出てきて、北川くんとか、はい、薬師田くんとか、まあ、ね、本当に力強さもあったかなという。でキャプテン森田くんがもう本当よう走るなって見てて思ったんですけど、あの子本当うまいのに戦いますよね。気持ち出せるというか、あれだけボール取られないのにあれだけ走れて、しかも勝ち点やってるって、なんか尊敬しちゃうぐらい尊敬しちゃいますよ。まあね、僕はちょっと映像で見させてもらってましたけどね、至る所に現れて顔出しますよね、釣り込んでくるっていうね、ちょっと感動したぐらい見てましたけども、確かに大津はまあね、本当にもちろん日本一皆さんの中でのベスト8だよね、はい、学園戦はね、最後やっぱちょっとボール取れなかったのかな、やっぱちょっとそこにも差は感じたんですけど、でもちょっとインパクト残す大会だったかもしれないですね。あと逆に僕がこう西中心なんで東の方とか見れない中で、やっぱ静学はインパクトありました、ね、特にヒョン君と取られなさというか、くる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 しながら、こんなにうまいんだっての久しぶりに感じた選手でしたね。王国の精密機械、名付けを嫌がいますけど、そこに精密機械だったか精密時計だったか、ちょっと精密時計だったな。ヒョン君はね、やっぱり僕ずっと実は推していて、まあ、大阪桐蔭戦もね、素晴らしい左足のドライブシュート決めたんですけど、あれすごいですね、はい、
僕はね、結構その相方で、ドイツボランチ組んでた菊池くんが、なんか改めていい選手だなって思って、うん、3月に見たときは、ちょっとそこまで印象残らなかったんですけど、今回その、まあね、ヒョン君があれだけこうボール取られなくて、チームは前にもね、出てくるというか、こうゲームをコントロールする中で、チームをコントロールしてたのは菊池くんかなっていう印象があって、うん、まあ、あの、ね、ドイツボランチは本当に、まあ、青森山田の松木君と宇野君、まあ、あの2人でもやったと思うんですけど、僕はヒョン君と菊池君の2人っていうのは、もうやっぱ大会でも、組織のバランスの良さだったのかなとは、ちょっと思います。うん、でね、本当にまあね、伊藤君が怪我でもうちょっと 40% っていう状態での山田戦だったのがちょっともったいなかったかなと思いますけど、まあね、本当にほぼほぼ対策何もせずに山田に挑んで、まあ 0-4 で完敗っていうところはチームにとっても、まあ、モチベーションになってると思いますし、ここから多分守備のところだったりしっかりやってきて、で多分2年生がこの代目って、ね、この前お話ししましたけど、2年生が本当により期待されてる世代なので、はい、サイドバックね、谷岡くんと福原くんっていうちょっと逸材のサイドバックも控え、ね、今回登録にも入ってないですけど選手権入ってくんじゃないかなと思いますし、ね、まあちょっとね、やっぱり古川くん、あの子オース戦でしたっけ、あ 4連続切り返しのとんでもないアシストしましたけど、ビューレルかと思いましたよ、そういうところ。川口監督がね、やっぱり青森山田に負けた後にこれでより多分質の高い練習ができるようになるんですよ。あの方はね、僕本当に明るくて大好きなんですけど、すごくこう青森山田に負けた後もポジティブにそれを捉えてて、これからあの基準を知ったことで、まあ、自分たちのレベルも上がると思うし、チームも上がると思うし、まあ、いいことしかないんじゃないかぐらいのことをおっしゃってたので、まあ、相当ね、多分期待というのに向かってくると思うので、こっちには確かにあります。ちょっとコンバートの噂も聞きますので、ね、ちょっと楽しみですね、またね。ベストホーム愛しい、星稜いかがでしたか。ちょっと本当にいいチームだったかなという印象ですけど、本当すごく戦えるディフェンスの面も含めて、あの準々決勝岡山学芸館戦見たんですけど、やっぱりね、中村瑞稀君は相当安定してましたね。今回の大会の中でもセンターバックの中でかなりインパクトあって、あと結構喋れるし、いいやつだったなっていう、なんか人間性みたいなところも、すごく印象に残ってて、まあ、でもね、チームとしてもやっぱり走れますしね、全体的に、あれ、なんかすごくいいチームだなって思ってます。まあ、星稜ね、本体が本当、躍進したチーム、ね、はい、名門、ちょっとね、いるぞっていうところを十分示せた大会だったと思いますけど、他ベスト8チームだったり、ベスト16チームで気になったチームってありますか。神村学園は今年初めて見たんですけど、はい、全員うまいなって思いました。新商業に5対1で勝った試合を見たんですけど、なんか、まあ、いい意味でね、そのサイドバックとかも特にポジションにとらわれずに、こっちを取ったり取ったりできますし、で、まあね、中央に当然こっちを持たれてる小田君と大里君が軸としていて、まあ、両サイドもやっぱりできると、まあ、5点取った試合っていうのを差し引いても、なんか、まあ、ある意味、福田君と大迫君だけのチームじゃないなっていうのは、すごく感じたので、なんかトータルでのバランス、すごいいいのかなっていうのは、2試合ですけど、見て感じました。やっぱ大迫君ね、福田君、その中でも、ね、やっぱそれでも結果残すのがさすがだなというのはね。福田君大会得点を大迫君ちょっと多分13点中8点ぐらい絡んでんじゃないかなと思うんですよ。まあ確かに福田君とか、あの僕見た時は福井商業の試合でハットトリックしたんですけど、まあ、多分その決定機全部決めてれば7点ぐらいだったと思うんですけど、だからハットトリックしても本人全然満足してないというか、なんかこういうのもすごい頼もしいなと思う。そういう、ね、意識の高さがね、また次のより高いレベルに、ね、
もちろん ね, そのね活躍したことを喜んで、うん、いいイメージ持ってねまた行くのもいいとは思いますけどね、うん、より高いレベルを目指してるからこそそういう厳しい言葉が出るんでしょうしね、うん、満足感がね口にしないっていうのもすごくなんかいいなっていうふうに思いますね、うん、あとベスト8ね岡山学芸館多分初のベスト8だと思いますけどここもでも、うん、なんか3月あ2月か、県の新人大会行った時は、はい、この人は本当しんどいよっていう感じでおっしゃってたんですけどやっぱり戦術的なところというかすごく、まあ、徹底し止める蹴るであったり、まあ、グループでの崩しみたいなのがすごく徹底されていってまあ、今大会行ったのもちょっと納得できる試合見たんですけど気分になってるなと印象的でしたね。すごくねボール動かし方うまかったなっていう印象ですね。そうですね、うん、あとボランチの段野くんですかね17番、はい、あそうですね全然知らなかったんですけど申し訳ないことに今年からいい選手いるなと思って、はい、もともとファジアーノにいた選手なんですけど、はい、今年から、学芸会に加わってああそうなんですね、はい、もともと多分アタッカーとかの方だったんですけどねすごく気の利く3列目でプレーしてましたよね、うん、やっぱ体がね、まあ、ちょっとちっちゃいんで競り負けたりはするんですけど、はい、やっぱねだけど必ず競っていったりとか、はい、センス抜群だったあこんな選手いるんだって星稜の前田君も僕全然ちょっと印象今までなかった選手ですけどねすごく力強い選手いたりとかなんかそういうね、もちろんチームのところもそうですし、個人のところも面白い選手いたなって、うん、あの学芸館と星稜の試合見たんですけど、後半7分ぐらいに学芸館3枚替えして、4-1-4-1から3-4-1-2に変えたんですよ、うん、そこから結構ゲームの流れが変わって、なんかゲーム中に3枚替えってね、なかなかやるチームないと思うハーフタイムとかじゃなくて、後半の途中で3枚変えて、システム変えて、それで流れ変えちゃうっていう、なんかそういう戦術的な面白さもありますし、また高原監督がすごい熱い人で、僕はめちゃくちゃ好感持っちゃいましたね。高原さん、熱いですよね。熱いし、理論のところもね、そう、先生もできるし、面白い指導者ですよね。立ち姿かっこいいですよね。たまになりますよね。あとは今の森田さんの母校東山高校ですけどなんで笑ったんですか。いや母校言うてええんかな2年で卒業したかも、ね、前行く戦映像を見ましたけど、はい、守備すごく頑張って、はい、優勝まあね優勝争いするチームを倒したっていうのはそれであのしっかり存在感示したかなと思うんですけどなんていうんですかね、大人なんですよね、やっぱりこう、三重校との試合も今回見てたんですけど、2年生、本当多い中で、後ろの新谷君とか、真田君とか、こう経験、やっぱ試合経験積んでる子も多いんで、なんかこう、苦しくてもぶれないとか、まあ、そういうところはすごく大人だなっていうのを改めて感じる大会ではありましたね。下級生中心ですかね、ちょっと冬も考えると、冬もそうですし、来年とかにはすごくいけるのかなっていうのは、すごくいい経験を積む大会ではなれたのかなと思います、ね、どうですか、ちょっとね、そういうコロナの影響が、もしかしたら選手権も、まあ、ちょっとね、チーム力構築する上で左右するかもしれないですけど、なんとなく予想、イメージつく部分ってありますかね。やっぱりまた中心の戦いになっていくのか。ああそうですね。上位校の顔ぶれはでも夏を中心の大きくは変わらないのかなという。そこに挑んでいく形っていうコツは、まあ、関東のチームもね、まあ、リベンジというか巻き返しみたいなのが誓うでしょうけど、ちょっと今大会ね悔しい思いしたチームももちろん多いと思うんで、はい、そこはね選手権でより輝けるようにというかよりなんかねやり残しないように活躍してもらえればな、ね、本当に今が、ね、頑張りどころだと思いますしね、諦めずに
選手権予選、そして選手権を迎えてもらえればなと思います。